母さん、多分嫁死んだ。は？何言ってるのよ。ていうか実は嫁の人工呼吸器をぶっ壊してきた。ちょっと冗談はよしなさい。俺にとっては嫁が消えてくれた方がいいんだよね。どういうこと？最近浮気疑われててうざかったんだよな。え？あんた浮気なんてしてるの？はあ、母さんも浮気否定派？けど仕方ないんだよ。ブースでババアの嫁なんて無理だし。賛成ではないけど。は、確かにそうね。私も可愛いお嫁ちゃんがいいわ。だろ？それにあいつ四六時中浮気を疑ってくるんだ。それはうざいわね。だから死んだことにすれば丸く収まるんだよ。でも本当に大丈夫なの？逮捕されたりしない？俺が病院に着いた頃には死にかけてたんだから罪にはならないだろう。そんなに容体が悪かったのね。全身機械につながれてて無理やり生かされてるって感じ？そうなんだ。なら考えようによっては早く楽になれたとも言えるかも。さすが俺の母さん、いいこと言う。それに実の息子を犯罪者呼ばわりする方が辛いわ。嫁のかよちゃんには悪いけど。大丈夫だよ。あいつは地味でおとなしかったし、化けて出る度胸もないだろ。確かに物静かな子だったわね。陰キャだよ陰キャ。それに比べて今の彼女は明るくてめっちゃ可愛いぜ。あら、もう新しい人がいるの？実は付き合って1年になる。その子と結婚したい。さっき浮気を疑われてるって言ってたけど、もしかしてその子のこと？そうなんだよ。カヨはうっすら気づいてたみたいだ。女の勘って当たるからね。もしも浮気されたら慰謝料もらうからとか言ってきやがって、おちおち離婚話もできやしない。ならあんたの幸せのためにも手にかけて正解だわ。だろ？しかも生命保険を受け取れる。800万だぜ800万。一気にお金持ちね。彼女と新婚旅行もできちゃうな。世界一周とかどうだろう。あんたがやったことがバレないように祈っておくわ。今頃病院で大騒ぎになってなきゃいいけど。大丈夫だよ。帰る時は看護師さんにすやすや寝てましたって声かけてきたから、まさか俺がやったとは思わない。でも確か人工呼吸器って止まったら警報が鳴るんじゃなかったかしら。そうなの？何も鳴ってなかったけどな。なら大丈夫ね。あんたが犯罪者になったら天国のお父さんも悲しむだろうし。だよな。これで俺は彼女と一緒になれる。今度お母さんにも紹介するね。楽しみにしてるわ。2日後の彼女の誕生日にプロポーズするから。あら、もうしちゃうの？ずいぶん早いわね。本当はずっとしたかったけど、俺が離婚しないうちは無理だろ。そうね。本格的に結婚話が進んで婚姻届を出しましょうなんてことになったら既婚者だってバレるし。彼女はあんたが結婚してること知らないの？うん、初めて会った時浮気とか嫌いって言ってたから本当のことは言ってない。そっか。でもこれであんたは晴れて独身になったってことね。そういうこと。ああ、でもあんたの家に残ってるかよちゃんの荷物はどうするの？ああ、嫁の親はよこせって言ってきそうだな。あんたさえよければ私が軽くまとめてあちらの実家に届けておこうか？マジ？助かる。これで心置きなく旅行に行けるぜ。葬儀に出れないことは適当にごまかしておいてあげる。はあ、持つべきものは母さんだな。じゃ、あとはよろしく。2日後。私、かよちゃんに呪われてる。おい、こんな時に冗談をやめてくれ。嘘じゃない、階段から突き落とされたのよ。何言ってるんだ、かよはもういないだろ。あれは怨念に違いないわ。毎晩うなされるのはもう嫌。夢の話か、考えすぎだよ。トールが恨めしい、許さない、復讐したいって叫ぶかよちゃんの泣き声が耳から離れない。やめろよ、せっかく旅行中なのに。これからプロポーズするんだぞ。実は階段から落ちるとき白いワンピースを着た女性が見えた。それってまさか青い花柄？
心当たりがあるのね。カヨがこの季節によく着てた。俺が昔あげたやつ。やっぱりカヨちゃんだったんだ。このままだとおそらく。次はあんたの番だよ。え？きっとあんたに苦しんでほしくて、周りの人間から少しずつ追い詰めていくつもりなんだわ。おいおい、嘘だろ。そっちで何か異変は起きてない？ああ、そういえば今朝、駅まで車を出そうとして少し擦ったっけ。それはまずいわね。事故の予兆かもしれないわ。言われてみればハンドルが勝手に動いた気がする。他には？ちょっと待って、いつもよりカラスが多い気がするな。やっぱり霊は動物に擬態して現世に現れるってよく言うし、まさかカヨがカラスのふりして俺を監視してるのか？きっとそうね。旅行中に何か起こるかも。そんな、彼女の誕生日なのに。大事な日こそ用心するべきよ。カヨちゃんが夢で言ってたの。トールを呪ってやるって。ちくしょう、死んでからも俺を責めるのかよ。それ以外にも、浮気したなら慰謝料を払えとかいろいろ言ってたわね。あいつが言いそうなことだ。でも一体どうすれば？私にいい考えがあるわ。マジで？どんな？かよちゃんと和解するの。は？意味がわからない。そのままの意味よ。浮気を認めて慰謝料を払う。そしたらきっと許してくれる。相手は死んでるのに。関係ないわ。この世で和解をしたって事実はあの世にも適用されるからね。知らなかった。もちろんただお金を払うだけじゃダメよ。何か儀式みたいなのが必要とか？浮気の慰謝料を払いますってしっかり文書に残しなさい。それがこの世とあの世を結ぶ契約書となって効力を発し、かよちゃんは現世であなたに何もできなくなる。おお、本格的だな。ちなみにかよちゃんは夢で300万は欲しいって言ってたわ。そんなに？貯金を全部使っても足りるかどうか。命が助かると思えば安いものでしょう。一応聞くけど、その金を払う行為って形だけじゃダメなの？中身を新聞紙にするとか。ダメよ。かよちゃん本人が取りに来たら何をされるかわからないわ。え、死んだ人間が直接来るの？ご実家のお仏壇になら簡単に来れるからね。怖すぎる。俺もし見たら気絶するかも。私が代わりに届けようか。幽霊のことに関してはあんたより耐性あるし。そうしてくれ。でも300万って痛手だな。今払っても保険金でプラスになって戻ってくるんだからいいでしょ。ああ、確かに。それにすぐにでも払わないとあなたの彼女にまで危害が及ぶかも。やだ、払う、速攻で払う。わかった。文書は母さんが用意してあげるから、あんたは離婚届を用意しなさい。え、それも効果があるの？もちろんよ。それでかよちゃんとの縁を切れば二度と関わることはなくなるわ。そうなんだ。母さん頼もしいな。俺ができることって他にある？あ、待って、今聞こえた。嘘つきは許さないって。もしかして浮気を隠してたことを言ってるのかな？違うわ。あなたがその彼女に独身だと偽ってるじゃない。それに怒ってるのよ。はあ、なんで？今すぐ彼女に本当のことを話しなさい。早くしないとかよちゃんが悪霊化してあなたたちを攻撃してしまう。それは嫌だ。本当に正直に話すだけで俺は助かるんだよな？ええ、もちろん。大丈夫、彼女ならきっと受け入れてくれるわよ。わかってる、今すぐ正直に伝えるよ。2週間後。母さん、最近夢にカヨが出てくるんだ。俺死ぬのかな？まずいわね。あんたの近くにカヨちゃんの気配がする。どうしたらいいんだよ。金も渡しただろ。私は素人だからもう何も。あら？あ、スマホが勝手に。なんで？母さん、どうした？は？なんだよこれ。恨めしよ。かよちゃんたらお上手ね。
お母さんには負けますよ。あれ、普通に喋り出した。やっほー、トール、元気だった？私は超元気。なんで死んだのに元気なんだよ。かよちゃん、ごめんね、アホな息子で。謝らないでください。おかげさまで無事に慰謝料をもらって離婚できたんですし。え、ちょっと待って、状況が飲み込めない。かよちゃんは死んでないわ。は？俺は確かに人工呼吸器を外したぞ。あれ、術後の酸素マスクだから取れても知りません。何の手術？事故で折れた足。それだけ？俺が見た時は意識がなくて今夜が峠って感じだったのに。わざと寝たふりしてた。マジかよ。何しに来たんだろうと思ったら、まさか酸素マスクのチューブを引き抜かれるとは。バレてたのか？起きてるなら言えよ。驚かせようと思ったらマスクが引っ張られてることに気づいて怖かったんだもん。あんたが悪いんでしょうが、実際にかよちゃんを殺そうとしたくせに。母さんは俺の味方だったんじゃ。情報を引き出すためにあえてそうしてただけ。何の？もちろん浮気の。母さん喋ったな。私が言わなくてもかよちゃんはずっと前からあんたの浮気を確信してたわ。え？ LINE の通知画面がちらっと見えたの。はあ？勝手に見るとか犯罪だぞ。不可抗力よ。プライバシーの侵害で訴えるからな。そう言われると思ったから、はっきりとした証拠をつかむまで黙ってた。そんな証拠あるわけない。だから浮気の現場に突入するしかないと思って、トールが出張だって言った日に尾行するつもりだったんだけど、その直前でかよちゃんが事故に遭っちゃったのよね。はい、自転車に乗ってたら一時不停止の車がぶつかってきて右足が折れちゃいました。ふん、携帯を勝手に覗いたから罰が当たったんじゃないのか。あんたに罰が当たればよかったのに。あんたがそんな風にクズだから、泣いて電話してきたかよちゃんに私が代わりに証拠をつかんであげるって申し出たのよ。え？私が頑張るまでもなく自白してくれて助かったわ。確かにスクショ見て笑いました。スクショミスった。ちょっと味方のふりしたらクズ発言が出てくるわ出てくるわ。しょうがないだろ、カヨはもう死んだと思ってたし。だから私が代わりに一芝居打ってあげたのよ。慰謝料払いたくないから離婚しない、でも相手のこと結婚したいなんて通用すると思うの？それはお母さんが私に任せなさいって言ってくれてすごく頼もしかったです。この子昔から幽霊とか苦手だったから。チャラいもんよ。騙したな。あ、そうだ、金、金返せよ。何言ってるの、浮気の慰謝料を返せだなんて非常識なやつね。私の手元に浮気したので慰謝料を払いますって署名押印済みの紙があるよ。それは母さんにカヨに呪い殺されるって脅されたから書いたんだ。ああ、それはあれ、生き量にってことよ。こんなの詐欺だ。じゃあ裁判するしかないか。え？そうしましょう。私 LINE のトーク画面全部撮っておいてるから、いつでも提出できるわ。そしたら私は浮気された挙句入院中に殺されそうになった哀れな嫁ってことが世間にバレてしまいますね。ちょっと待って、それはまずい。私もかよちゃんも覚悟はできてるわよ。すみませんでした、認めます。お母さん本当に頼もしい。お父さんがいないのが悔やまれるわ。あの人ったら私を置いて早くに亡くなったんだから。完全に殴られてるよな俺。それにしてもお母さんの演技すごく上手でしたよ。あのいろいろ言い当てるやつ。ああ、あれね、昔心理学を勉強してたことがあるの。どうやったんですか、カラスとか運転とか。バーナム効果っていう心理現象があるのよ。何ですかそれ。誰にでも当てはまることなのに、まるで自分だけに当てはまっていると勘違いしてしまう現象のこと。なるほど、それを利用して呪いはあるって思い込ませたってことですね。え、そうなの。
あんたは昔からビビリだからすぐ引っかかると思ったわ。確かに言われてみれば、トールは普段から運転下手だし、カラスはどこにでもいますもんね。母さん意地が悪すぎる。ありがとう。褒めてねえよ。母さんのせいで俺彼女に振られたんだぞ。そりゃそうでしょう。実は既婚者なんだって言って、でも嫁は死んだから結婚しようって、ちゃんちゃらおかしいわ。こんなことになるなら最初から浮気を認めて普通に離婚すればよかった。二頭を追うものは一頭も得ずって言葉知らなかったの？え、俺ウサギなんて追いかけてないけど。はあ、教養もないなんて。お母さんには申し訳ないですが、離婚できてよかったです。私も同意見よ。あのさ、今気づいたんだけど、もしかして俺保険金もらえないってこと？当然でしょ、かよちゃんは生きてるんだから。そんな、俺の800万。そのことだけど、実は浮気に気づいた時点で受け取り人を私のお母さんに変えてあるんだよね。今なんて？ LINE で送ってるんだから読み直せばいいだけでしょ。私が仮にあの事故で命を落としていても、トールにお金は一切入らなかったよ。そんな大事なことを相談なしに決めるなんてどういうつもりだ。保険料払ってるのは私だし、別に関係なくない？でも俺たち家族だろ。もう違うけど。うん、私も違うからね。は？母さんは俺の母さんだろ。私本当は信じたくなかったのよ、自分の息子がこんなにいいお嫁ちゃんを裏切ってるってこと。お母さん。だからかよちゃんから事故に遭ったって連絡が来た時、きっと最後のチャンスだと思った。え、どういうこと？かよちゃんの命が危ないって知ったら自分の過ちに気づくと思って、わざと大げさにトールへ伝えたの。そうだったんですね。それなのにトールは私を殺そうとして。ありえないわよね。かよちゃん、息子を犯罪者にしないでくれてありがとう。いいえ、お礼を言われることはしていません。逮捕されるよりもっともっと苦しんでほしかっただけです。待ってよ母さん。母さんに見捨てられたら俺一人ぼっちになる。それは私も同じだけど、こっちはせいせいするわ。そんな、ありもしない保険証券を一生探してれば。お母さん強い。いつの間に二人ともそんなに仲良くなったんだよ。他人のあんたに関係ないでしょ。くそ、お前らいい加減にしろ。俺を陥れて楽しいか。口の聞き方には気をつけなさい。お母さんかっこいい。あんまり調子に乗ってるとお仏壇にいるお父さん見つけるわよ。死んだ親父に。いや、もうそういうネタには騙されないぞ。夢に出てきて怒られても知らないからね。やっぱり怖いんだ。うるさい。一文字多いわよ。震えてる。ああ怖いよ、もう勘弁してくれ。後日談。その後、家族も金も失った元息子、しばらくはおとなしくしておりましたが、最近プチ事件が起きました。息子が助けてくれと私のところを訪れたのです。尋常ではない焦り方だったので、ついどうしたのと聞きました。元浮気相手だった彼女から独身だと偽られていたことに対する慰謝料を請求されたのだとか。知ったこっちゃないですよね。玄関先から締め出そうとしたら、せめてカヨの新しい連絡先を教えてほしいと食い下がってきたので、知るわけがないだろうと顔面に塩をぶつけてやりました。実はカヨちゃんがたまにあの時のお礼として美味しいものを送ってくれるので、本当は連絡先を知ってるんですけどね。